わあ。聞こえますか？聞こえます？ハッピーハロウィン。ちょっと聞こえるか聞こえないかちょっと教えてください。ありがとうございます。皆さんこんばんは。ちょっと久しぶりですね、ライブは。ありがとうございます。今日はなんか別に特に告知することは特になく、ちょっとね、特にないんですけど、ちょっと時間的にも30分前後になっちゃうと思うんですけど、お猿のジョージさん、告知はちょっと、告知っていう告知はないですね今日は。黄色さん、そうですね、今日はどこからですか、さっくんさん。どこにいるんですか。多いですね、旅先。そうです、昨日ツイッターとかストーリー、インスタのストーリーとかで九州行ってきますっていう風に言ったと思うんですけど、ちょっと野球やめてからバタ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 してたんで、ちょっとプライベートで今日は大分県の方に来てます。旅先です。ちょっとゆっくり、初めてですね、やめてからゆっくりさせてもらってます。はい、こんばんは、皆さんこんばんは。ガウム72さん、そうです、ピンポン。川崎さんとの動画はいつ出ますか、 OM さん。多分と次の次、今3日に1回上げてるんで、次回のその次だと思います。はい、温泉めちゃくちゃ久しぶりに入りましたね。唐揚げはまだ食べれてないんですけど、全然カメラ引いてください。ごめんなさい、顔面近いですね、申し訳ないです。はい、これ大丈夫です。居酒屋じゃないですね、旅館です。唐揚げ食べます、黄色さん。ポヨさん、愛知でイベント、いやまだね、ちょっと後々告知させてもらうんですけど、またちょっと11月に、ね、あると思います。近くでも大丈夫ですよ、ありがとうございます、優しいですね。九州一周するね、時間あったらマジでやりたいんですよ。でも明日帰らないといけないんで。テレビうるさいですか。こんばんは皆さん。ゆっくりさせてもらいます。いや、横浜行きたいですね、中華街行きたいですね。温泉です。今日帽子、今日帽子ないです。どうも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 、皆さんありがとうございます。500人近くの方。ご飯何っていうか、もうバイキングでしたね。今日はラグの帽子かぶってないんで、ラグがないですね、間違いないですね。コメント多いですね、ありがとうございます。顔赤いの日焼けですか。ちょっと皆さん、僕顔日焼けしたと思います、この前の配信に比べて。ちょっと
顔日焼けしたか。あ、ハッピーハロウィンですね。ちょっと僕が日焼けしたかどうかちょっと皆さんコメントしてくださいよ。初ヒット見ましたよ。 ありがとうございます。ハロウィンということで、タケさん、タキノ君ならどんな仮装しますか。まあ、僕はあれだけもう決めてますよ。ハロウィン全然やったことないですけど、あの顔なしっすね。千と千尋の僕あれできるんですよ、モノマネ。あ、ありがとうございます小林さん、ありがとうございます。そこはね変わってない。まあちょっと暗いっすもんね、部屋。顔色いいです、ありがとうございます。赤い、あ、ちょっと赤く見える、焼けてない。あ、ちょっとね置くのがないんですよ、置くとこ。ちょっと待ってください。これでいいですか。顔なしセンサーですけど、ありがとうございます。仮想カニはやばいですね。知らん間に540人の人、ありがとうございます。あ、こんばんは皆さん。お酒じゃないんですよ今日ね。あの釣りして、釣りっす。それで一日釣りしてたんで、めちゃめちゃ、ちょっとこれ今分かりにくいかもしれないんですけど、結構焼けたんですよね。釣りです、釣りのせいで。変わらない、わらわらわら。あ、岐阜市で何の仕事されたんですか。いや、ちょっと岐阜市で仕事をなんか告知してたじゃないですか、ツイッターで。あの対談相手募集してますって。まあその日ちょっと募集、 あ、 ありがとうございます。 M&MA さん、ありがとうございます、ありがとうございます。で募集、あ、ドスコイベイビーさん、元気生活お疲れ様でした、ありがとうございます。まああの仕事ね、あの仕事じゃないです、すいません。あの対談相手募集しますみたいな、緊急募集みたいなやってたんですけど、まあその時ねちょっと、まあ、結局仕事ができなくて、なんでかって言ったら、ちょっとその日、まあもともとアポ取ってた人がちょっと当日になってキャンセルになっちゃって、でどうしようかなと思って、あ、魚の話ちょっと後でしますね。でなっちゃったんで、まあどうしようかなと思ってたんですけど、でも募集やめても当日だったんで、あれっす、知り合いに頼んで、もう普通に知り合いと対談しようかなと思ってたんですけど、その日の昼過ぎぐらいにちょっとおばあちゃん亡くなっちゃって、母方の方ので、もう急遽ね、実家の方に帰ってまして、で、まあ、結局岐阜の対談は、まあ、ちょうどまあ、キャンセルもあって、で僕もアイテムも見つからなくて、でまあなくなったっていう感じですね。だから結局岐阜にはあの時、夜の予定は岐阜ではなかったって感じですね。そうなんですよ。でちゃんとお別れも昨日、あの葬式も行けて、はい、よ、あのちゃんとねお別れできたんでよかったですけどね。ああ、桜井さん、三重県、そうですね、三重県帰ってましたね。秒速ですけどね。そうなんですよ。
で、まあ、釣りの話なんですけど、まあ、釣りはなんかまあ、ありがとうございます皆さん。いや絶対おばあちゃんも喜んでます。皆さんこうやってね、あの温かい言葉あのかけていただいてありがとうございます。皆さんありがとうございます。カニは釣れなかったですね、のりさん。あの、まあ、釣りの話は角度したからやめい。すいません。マキロイさんありがとうございます。釣りの話は、まあ、ちょっとねまたプライベートで来たんですけど、あのせっかくだったらちょっと動画撮ろうかなと思って、あの撮ってたんですよね。で、まあ、僕はまあ普通にこう穏やかなこう海で、あの普通にまあぼーっとして、まあちっちゃい魚釣れたらいいなっていう、まあ、イメージで釣り僕全然しないんで行ったんですけど、それがもうめちゃめちゃ水深 100m ぐらいのところまで連れてってもらって、もう波でもうカーッなってるんですよ。でもで、まあ、結局朝の7時ぐらいに出港して帰ってきたのが夕方4時ぐらいですかね。で、まあ、そのね何を取ったかとか取れたかが、まあ、取ったか取れたかはまだ言わないですけど、また動画でこれ結構自分の中でもなんかいいの撮れたなって思うんで、本当に、まあ、真剣にやったんで、真剣にちょっと魚を釣りに行って、釣りはいいからカニダンスやって。ちょっと今日はダメですね。船めっちゃ寄ったっすね。吐きました。あの船酔い飲みましたけど、船酔い大丈夫じゃなかったですね。川崎さんとの動画はあと2本目、明日1本出すんですけど、その次の動画で多分川崎さんとの動画はアップします。ありがとうございます。初見マーチンさんありがとうございます。あ、ツボート行きたいですね。桜井さん、飛行機はでもなんかあの頭痛くなるんですよね、たまに。飛行機のそのなんか気圧が変わる時っていうか、まあ今から着陸態勢に入りますみたいな、こうパッてなんか下がった時になんか頭なんかガッて痛くなったり。何が釣れたかはちょっと動画見てください。面白いですよ。船酔いマジできつかったっすね。あ、リードさんありがとうございます。あ、九州に行きませんが、今九州ナウなんですよ。ありがとうございます皆さん。キッチンカー出してほしい。 KU さん、何のキッチンカー出したらいいですか。あー、常滑もいいですね。キッチンカー、カニパン。あー、そう、釣り動画、スマイルさん、ちょっと楽しみにしてください。もう結構なんか僕の YouTube 見てくれてる人、ボートレース好きな人多いっすよね。なんか食べ物ばっかりっすね。あ、小林さんもそうなんですよ。耳痛くなるんです、めっちゃ。今日はスリーアウトするかな。どういうことですか。スイーツね。釣り方平場ですか。ちょっとマジ初心者すぎて分かんないです。もう普通に投げて 100m ぐらいまで、あのなんつかリールっすか、パーって下ろしてで引っかかったらパーって上げるみたいなぐらいしか分からなかったですね。飯高道の駅、まあ、僕のね地元なんですけどね、飯高道の駅、皆さんぜひね、ちょっとこれは別に何の仕事でもないですけど、仕事の告知とかじゃないですけど、僕三重県のね松阪市で出身なんですよ。
で、まあ、松阪市ってまあ広いんですけど、その中でもちょっと奥に山奥の方入ってたら松阪市飯高町ってところがあるんですけど、そこにまあ道の駅飯高駅っていうのがありまして、まあ、飯高駅ってつくんですけど道の駅なんで、まあ、もちろん電車は止まってないですね。で、まあ、バスだけは止まってて、まあ、車とかバイクで、まあ、行っていただいたらいいんですけど、でそこ、まあ、道の駅なんですけど温泉入れたりとか、なんかそば打ち体験とか、あの町の方にね住んでる方はちょっと、あ、マキロさんありがとうございます。でちょっと待ってくださいね。で町の方にね住んでる方はね、ちょっと田舎感じにぜひ一度行ってみてください。僕のめっちゃ実家の近くです。榊原温泉じゃないんですよ、道の駅飯高駅です。あー、小野ちゃんさん行ってくださいよ、めちゃくちゃ実家近いんで。そうそうそう、温泉のある道の駅めっちゃいいっすよ。まああんまり行かないですけどね最近は。もうでもめちゃめちゃ土日とかは県外ナンバーとか、あのバイクのツーリングの方たちとかめちゃめちゃにぎわってるイメージありますね。あ、魔性さん飯高駅、そうなんです、飯高駅。あ、魔女レダイヤさんありがとうございます、チャンネル登録ありがとうございます。三重高校に親友、そうですね、僕の幼馴染の親友今ねまだ社会人で野球やってますね。おにぎり丸さん、まあそうですよね、気軽に行けるほどは近くないですよね。あ、社会人の日本選手権昨日からでしたっけ、すごいですよね、山本高田クラブも勝って、クラブチームでね、すごいですよね。オフ会の告知ちょっと待ってくださいね、多分開催自体はね12月に開催できると思うんですけど、ちょっとねお店との兼ね合いとかいろいろありまして、もう少し待ってください。アーカイブは残します、エンさん、はい。あー、650人ありがとうございます。まおさん、宮崎ね僕去年まで行ってたんですよ、今年も行くつもりだったんですけどね、あのフェニックスリーグで、はい。あ、オフ会名古屋でやる予定です。まずは、あ、千葉も行きたいですね。来年は首位打者頑張ってください。何の首位打者頑張ったらいいですか、逆にちょっと教えてくださいよ。ごま行に行きたいって方今いらっしゃいましたね。ちょっと僕来年も行く予定なんでね、はい。ちょっとごま行、なんか僕ライブでも前なんか話しましたよね、ごま行について。ちょっとごま行の動画、ごま行って皆さん、なんか僕がごま行ごま行っつっていつも言ってますけど、何なんだって思ってる人多分めちゃくちゃ多いと思うんで、あの一回去年じゃないですね、今年の1月あのごま行行った時の映像ちょっと YouTube でアップしましょうかね。結構あのリアルをお届けできると思うんで、あ、こういうことなんだっていう、滝野がごま行ごま行ってなんか熱いとか苦しいとかあのいつも言ってますけど、ちょっとあんまり知らない人ばっかりだと思うんで、ちょっと説明動画じゃないですけど、まあ自分のね行った時の映像ですけど説明しようかなと思います。あー、 SK さん、そうです、新井新監督がやってたやつです。ごま行一回、ごま行ツアーとか言っても、まあ一回ね見てもらって判断してもらった方が結構時間的にも
そのごま行するだけじゃなくて、そのお寺さんのなんかなんていうんですかね、こう教訓っていうか、なんていうんですかね、そのパーってこうごま行する前にも1時間ぐらいこう唱えなきゃいけないこととかあって、まあ、その時点でもう声枯れちゃうっていうね、はい、そういう感じでしたね。そうです、アナゴさんと大林さんもやってました。やけどしますよ、近すぎ、あの近くにいたら。さっくんさん、手の甲とか、あ、ともチャンネルさんありがとうございます。手の甲とかね、顔とか結構やばいです。若さアナはもうあれでしょう、多義用だけですよね。あ、視聴者プレゼント、あ、視聴者プレゼントっていいですね。視聴者プレゼントだったら皆さん、あ、ネオワイさんこんばんは。視聴者プレゼントだったらどういう企画だと皆さん喜ばしいですか。全然今のコメント読むまでちょっとその企画については頭になかったんですけど、スイッチ話す意味でイメージがね、ありがとうございます。あー、いろいろありますね。開幕戦のチケットは僕も、もう一般人なんで、もう手に、僕も抽選当たらないと、当たるっていうか早くチケット取らないとね。あ、ステッカー、あー、使用してたグッズをプレゼント、 T シャツパン屋でかぶってたなんとかなるの帽子、絶対いらないですよねそれ。あー、いろいろありますね、まあ道具とか、うん、サイン入りグッズ、草野球助っ人に来てくれる権利。いや、僕草野球行ってももう1ヶ月何もしないんで、スケットどころかもう逆に足でマットになりますから。いやー、ステッカー、あーはいろいろありますね。ちょっとこれ後でちょっと今全部見切れてないんで、後でちょっと見ますね。眉毛細いですね、ちょっとやりすぎましたねこれ完全に。はい、見えない、すいません。近く行ったら見えるんですよ、こうやってちょっと光の関係でね、ちょっとないように、ここないように見えますけど、ちゃんとこう近く行ったら見えるんです、あるっす、うん、あ、オリジナルグッズいいっすね。うーん、隣で試合を解説してくる、多分やかましいって言われますよ僕。あー、皆さんありがとうございます。ちょっとね、真剣にそういう企画も、あ、こうやってライブするといいですね。なんかいろいろこうやってなんていうんですか、皆さんの、ファンの皆さんの意見をね直接聞かせていただいてね、またちょっとやりたいなと思うことが出てきましたんで、はい、オリジナル T シャツ、なんで眉毛剃ったんですか長村さん。長村さんじゃない、なんて読むんですかね。いやーね、ちょっと整えようかなと思ったらやりすぎましたね。はい、オリジナルグッズ、うんうん、でもなんか大量に作ってもなんか多分なんか結構そういうのって少、なんていうんですか、少なく作れないじゃないですか。だからね難しいんですよね。あ、ともチャンネルさんありがとうございます。ジブリパーク無料エリアですか、行きます。それといつかみつみとさんのコラボ配信楽しみにします。いちご農園やられてますからね、いちごめっちゃ好きなんですよ僕。
はい、ちょっといつかいただきたいですよね、いちご。あ、カニのグッズ。あ、受注生産ですね。はい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 。マスク、マスクいいっすね。ちょっとね、今日また明日がちょっとプライベートで今日来ちゃってるんで、30分ちょっとで今日は申し訳ないですけど、はい。あ、ステッカーいいですね。ステッカープレゼントいいですね。あ、700人ありがとうございます。今日も何か告知に来たい。今日の告知っすか。いやー、告知、いや本当ですよ、700人も見てるって本当にありがとうございます。もうそうなんですよ、明日帰るんですよね。またちょっとね、帰ってる仕事があるんでね。いやー、投稿頻度ちょっと頑張って、まあ頑張ってじゃないんですけど、出させてもらっ、ね、発信させてもらってて、皆さんこうやって見てもらえるんでね、声が枯れて心配最近ね、喋ってばっかりで、あのね、いつも、まあ、野球では声出しましたけど、なんかカメラの前で喋ったりとか、人と喋ったりとか、そういう機会がめっちゃ増えたんで、全然お酒の酒焼けとかじゃないですよ、普通に多分喋りすぎて声が枯れちゃいました。はい、何か食べてください。いや、ちょうどここに枝豆があるんですよね、セブンイレブンの枝豆。いただきます。これです。あ、喉大事にさせてもらいます。カラオケの箱、こんな声な、こんな、なんか結構普段からね、かすれてるんですよ、もともと。あ、美味しいっす、枝豆。あの枝豆めっちゃ好きなんで、なんかネットで、あの新潟県のなんか枝豆が美味しいとなんか書いてあったんですよ。なんで結構ちょっと高かったんですけど、何個入ってたかわかんないです。結構大量に入ってて、3袋ぐらいですかね。1袋いくる、ちょっといくつ入ってたかはもうちょっと覚えてないですけど、4000円ぐらいで、結構大量に届くみたいな枝豆をね、買って頼んだこともあるぐらい枝豆は結構好きですね。食べる時は静か、ちょっとめね、今日は月曜日っすもんね。月曜日、月曜日か。枝豆にはビール、そうなんですよ、実は枝豆にビールもねあるんですけどね、ちょっと配信しながらビール飲むのはちょっと失礼だかなと思うんで、終わるまで我慢します。あ、喉に蜂蜜ですね。
枝豆王子、王子ってフェイスじゃないですけどね。お酒あるんですよ、あるんですけど、ちょっとまた後で飲みます。え、千葉の枝豆も美味しいんですか。確かに音もなくなっちゃいますね。え、山形も枝豆あるんですね。あ、西米まゆまゆさん給食中。あ、まあまあ頑張ってっていうよりもね、ちょっとあんまり応援します僕は。はい。皆さん枝豆めちゃめちゃちょっと枝豆の口になってるんじゃないですかこれ。ちょっとコメントが、あ、柿のためもいいですね。あ、そうだそうだ、 TikTok 始めたんですよ。最後に告知、全然告知するつもりなかったんですけど、そう、釣り夕方までしてこの時間に配信、もうめちゃくちゃバテてるんで今日はもう早く寝させてもらいます。そうなんですよ。で TikTok を今ちょっとコメントの方でいただいたんで、まだね、その今まで基本的に動画上げたところを切り抜いてしかやってないんですけど、まあ、これからもこれからちょっと流行ってる TikTok とかちょっとこう視察じゃないですけど、こう聞きながら聞いて教えてもらいながら、そういうガチの TikTok も撮っていこうと思うんで、ちょ皆さんまだちょっとあんまり面白いやつ上げれてないですけど、これから頑張ってTikTok も少しずつやっていくんで、お願いします。はい。視察じゃないですね。ちょっともう今日バテちゃったんで皆さんすいません、30分ぐらいしかお話しすることできなかったですけど、はい、すいません。また明日の夜に、動画上げさせていただくんで、はい、また見てください。お時間ある方は、あ、YouTube ショートもちょっとずつ上げていくつもりです。あ、ベベさんすいません、最後にありがとうございます。じゃあちょっとすいません、今日は早めにお休みさせていただきます。今日釣りでね、一日朝から、7時から6時まで釣りしてたんで、めちゃくちゃ疲れたんで、釣りの方も動画はいつか来月にはあげると思うんで、はい、ありがとうございます。皆さんおやすみなさい。ありがとうございます。